ございます。それではお話を、伺っていきたいと思います。それでは清水宮高選手からお話を伺いましょう。まずこのステージを振り返って一言お願いいたします。うわーすごいですね。チームメイトがすごい強かったです。途中集団をかなりこのネータン・ディディアンの選手が囲っているというか守っているような印象もありましたが、楽しかったですね。はい、また後ほど3日間通してはお伺いしたいと思いますけれども、皆さんにまずこの第3ステージ応援の皆さんに一言お願いいたします。まあ、本当に応援ありがとうございました。おめでとうございます。そして前を失礼いたします。続いて真鍋選手にお話を伺いたいと思います。振り返っていかがでしたか今日のステージ。そうですね、長かったような短かったような、苦しんでる時はね長いもんですけど、まあ終わってみると早いもんですはい途中残り2周回あたりだったと思います。途中で飛び出したという情報も入ってまいりました。そしてそこからレオハモ選手との、2人での逃げになりました。これはもう展開は最初から予想通り、まあ、彼が絶対行くのは分かったんですよね。でも僕らのチーム総合とかのことがあったんで、もうちょっと待ってギリギリまで待って、それで34秒ですか取りたいなと思ったんですけど、ちょっと早いなと思いながら、まあ、何度か彼が行ったらもうしかないんで、ね、ついていきました。3日間を振り返っていかがでしたか。3日間を振り返って、まあ、雨もね降ったんですけど、まあ、最後晴れて、まあ、よかったかなという僕この表彰式に立つの本当にね、2000年、8年ぶりぐらい、まあ、いいですね、たまにはこういうところに立つのね久しぶりなんてね、鹿野さんから話もありましたけども、皆さんにぜひこの表彰式お立ち台の方から一言ファンの皆さんにお願いします。そうですね、やっぱ長い間やってると、まあ、いい彼もなんかもそうだと思うんですけども、まあ、いいこと辛いことありますけど、こうやって本当に皆さんの応援を受けると本当に、まあ、幸せな気持ちになります。どうもありがとうございます。まあ、もっとね頑張っていい順位で入りたかったなっていうのはありますので、また頑張ります。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは皆さんよろしくお願いいたします。レオハンモン選手に、一言このステージを振り返って感想をお伺いしたいと思います。お願いします。It was a difficult stage, butespecially at the end, I had a good friend to help me, and we worked good together, and finally we made it till the end, and it was really nice to be here. このコース非常に難しくてですね、大変なコースでしたけど、まあ、2位に入られた真鍋選手とですね、一緒にレースできて、それがまあ優勝っていう形に結びついたんで非常に良かったですっていう。初めてね、レオハモン選手の走りを見たという、方もいらっしゃったと思います。もしこれからレオハモン選手を見かけしたら、なんとお呼びして声をかけたらいいですか。レオンレオンって呼んでくれっていうふうにさあ、この3日間を通じて、日本のレースは初めてではないですよね。 Yes, no, I did the world on the track maybe long time ago. だいぶ前になりますけども、50年ぐらい前にトラックの世界選手権で日本に来日されたことがあるそうです。さあ、日本のレースもまた楽しいレースもたくさんあると思います。そして皆さんにこのレオン選手の走りもっともっと見ていただきたいと思いますけれども、今日ファンになった皆さんにぜひ一言お願いをいたします。やったと思うよね。同じ年だったこの年だってタンデムで優勝したもん。そう、I thank everybody for cheerful to be on the course, and especially my wife, she was shouting a lot, so I was very happy, and I hope to see you maybe next year. 皆さん沿道でね非常に多くの声援いただいて本当嬉しかったんですけど、一番嬉しかったのはあそこにいる奥さんの応援が一番励みになりましたところです。で来年もぜひこの熊野のレースをね走りたいっていうふうにおっしゃってくれてます。さあ、このバルセロナで先ほどもね紹介がありましたポイントレースではシルバーメダル、そして、ツール・ド・フランスでは区間2勝をしているというレオハンモン選手、この熊野の地にやってきて、皆さん初めて見たという方もぜひ来年もまた来ていただけるように、どうぞ熱い声援そして拍手をお願いいたします。コングラチュレーション。さあ、それでは記念撮影を行いましょう。さあ、レースクイーンの皆さんにも入っていただきまして、カメラをお持ちの皆さん、どうぞご準備ください。